チャーリー・マッスル・ホワイトは、アメリカ合衆国のブルース・ハーモニカ奏者、歌手。白人でありながら、若い頃からメンフィス、シカゴで黒人のブルース・ミュージシャンと共演を、重ね1960年代に頭角を表した。1944年1月31日、ミシシッピ州コジウス湖に生まれる。3歳の頃、家族と共にメンフィスに移り住んだ。13歳の時、 ハーモニカをプレイするようになり、ウィルシェード、ファーリー・ルイスなどメンフィスのブルースシーンで活躍するミュージシャンと共演するようになった。18歳になると、マッスル・ホワイトは職を求めてシカゴに移住した。シカゴの地では、テレサズ・ラウンジ、ペッパーズ、ターナーズといったサウスサイドのクラブに出入りするようになり、リトル・ウォルター、ロバート・ナイト・ホーク、サニー・ボーイ、ウィリアムソン2・ツー、 キャリー・ベルなど多くのミュージシャンと共演を重ねている。1965年、バンガードレコードのコンピレーションシカゴ、ザ・ブルーズ・トゥデーのレコーディングに、ビッグ、ウォルター・ホートンのバンドのメンバーとして参加した。1967年には、ハービー・マンデル、フレッド・ビローラが参加した初のリーダー作スタンドバック、ヒア・カムズ・チャーリー・マッスル・ホワイト、エッサウス・サイドバンドを、 ヴァンガードよりリリースしている。デビュー作がサンフランシスコのアンダーグラウンドラジオで人気を博したことを受けて、マッスルホワイトはフィルモア劇場に出演するなど、サンフランシスコ周辺のベイエリアに活動の拠点を移した。以後、アルコール中毒の問題を抱えていたこともあり、大々的なツアーは行わず、ブルーホライゾン、クリスタルクリアといった主にショーレーベルから、 作品のリリースを続けた。1984年にブルーロケットからリリースしたテルメウェア・ハブ・オール・ザ・クッド・タイムズ・ゴーンでは、ギターにロベン・フォードを全面フィーチャーした。同作では、前年に他界したマディ・ウォーターズを悼んだシームド・ライク・ザ・ホール・ワールド・アズ・クライングで泣きのハープを披露するなど、マッスル・ホワイトの力量を示した解作となっている。 1990年にアリゲーターレコードからの一作目、Ace of h a r ス s をリリースした頃より、大々的なツアーを行うなど露出が増えるようになった。1997年には大手バージンレコードより、ラフニュースをリリース。続いて、同レーベルからリリースされた、コンチネンタルドリフターでは、大胆にラテンの要素を取り入れる試みを披露している。1998年、 映画ブルースブラザース 2002BB キング率いるバンドルイジアナ・ゲーター・ボーイズのメンバーとして出演演奏。1999年以降はトム・ウェイツと親交を深め、ウェイツのアルバムミュール・バリエーションズ、ブラッド・マネー、オーハンズ、バッド・アズ・ミーに参加した。ありがとうございます。